今川め、この世気に何をしに来た。よきひと、よく見てよしといい。しかしよからぬことが一つあり。これか。それは我らが吉本様を招待しなかったこと。これか。それ、剣舞の砦で祝宴王者長政様。これは高貴にございます。 砦を奪還し、姫様にいいところをお見せしましょう。 戦隊、かすもくる。目覚まい。みんなの足並みが揃ってる。これか。ここじゃ。断りの戦だしよ。物資も、つまみだぜ。まずはつまみか。来そうになるでおじゃ。ほほ、何事かある。 本物と間違えたか。しっけな。みんな見て、中政さんがすごいね。
この日のために弓の稽古をしたでおじゃ。どけ、ナガマサ様、うちちゃんと見てるから。勝手にしろ。ナガマサ様、ヒイ様にいいところを見せるぞ。男はよほど今季は遅いのでおじゃるよ。Okay.
削除完了。沈黙は金。正義は誠の宝なり。仲正様、かっこよかったよ。そうだろう。これが私の力だ。さあ、祝言の仕切り直しとするぞ。あなたの夫は実に純粋だ。還元に乗りこのような僻地を訪れるとは。朝倉との戦も近い。速やかに浅井の力をそげ。分かっていますね。分かってる。兄様には逆らえない。その通りです。誰も逆らえない。婚姻届が入信届に差し替えられていたぞ。どういうことか説明してもらおう。三つ数える間にバレちゃしょうがねえ。どうなったら謝っとくのが一番ねえ。力に屈しないんだから。
どけ。そんなあなたが大好きです。と枝は Let's go!
戦場を完全に掌握している。臨場業者配置せい、素材ザービー、どけ、とメジャー、いや、ハッヒダウン、ユンジこれさ、いや、消えろ、熱狂剣、愛の成果を見せてやがらさ、愛のためと、これか、これか、これは私への挑戦、いや、これか、いや、と、いや、奴の言うことなど聞き流せ。花などで運命は決まらぬ。良いな。はい。イチ、気にしてないから。これか。これか。と。おお。私の予言は絶対に。弱いそう。運命を決めよう。花でも切れない。あなた面白いのね。これか、これか、これか、危ないから下がっている。これか、はい、おとなしくしています。悲しい瞳しかない。ダメです。終わるんだ。私の心がけよう。これも一のせい。一に関わるとみんな不幸になる。中政様、一のこと嫌いになっていいよ。黙れ一。貴
様がそんなことを気にする必要はかほどもない。仲間様？まあ、なんだ、その…そう、メソメソと泣くな。ありがとう、イチ。嬉しい。なぜ兄者が攻めてくるのだ。妹がこじれしたというのに。これか。いや、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 足を上げろ！足を上げなさい。侵入を許してはなりません。長政様、うちは、うちは、いや、うそ、うそ、やむを得ません。迂回しましょう。兄弟の死因は身の物語だったのか。無駄なものを捨てる。それだけが無駄。私は切ってよ。貴様の中の悪だ。これか。とやめてやるじゃん。
一体どこへ行った。お前はもうまだ気づくのか。その愚かなる孔明、杯にしてくれよ。これか、これか。死んでその罪償ってこい。お二方、姉川の流れも血に染まろう。これか。これか。十三の数見て魚の首を締めてくれ。出ませい、我が十三弾よ。お前ら、信長様の命により試練を数にて貴殿を滅する。どうした我が十三の構えを崩すようなどなし。いつ兄者が死ぬってことは。そんな、ここか。あなたの苦しむ姿を眺めろ。この血みどろの戦いで、これが合戦よ。邪魔だ。これか。信じぬ、このような戦信じて止まるか。さざま魔王を持ってる。これか。いや、準備はよいか。俺が死つ。待って、私を置いていかないで。俺たちならやれる。確信はねえけど。私にも残しといてください。これか。いや、
総評相手に何をしておる。お別れを言う暇もありませんでした。歯向かう者に容赦せん。そろそろご馳走としましょうか。悪に加担する魔の使い目、私の相手だ。褒美の真実を語りましょう。邪魔だ。お分かりですか、この予感。かつてない戦いができそうですよ。私、明智光秀、信長公、あなたは朝倉様の布石なのですよ。落とすには外堀から。我が手の朝倉を、まさか今週はそのためにいつこんなことを知ってたのか。知りません。妻を信じる、これは命令だ。信長公の前に伏せるあなたが今から楽しみです。この雪が晴れ、その前にあなたの血を降らせましょう。これか。吠えぬ犬となったが、光秀、いや、いや、イチ、何故その男が生きている。役目を果たせぬ女など我が妹にあらず。うんつけが、イチ、違う、これは違うの。まさか私を。
この私が破れるはずか。長政、貴様の力はこれしきか。女の力で命を拾うか。落ちたな、長政。ずっ！松永久秀様のご命令だ。この王様が助けてくれよ。無理を申すな。私に何ができよう。遺言は済ませ。なんだ貴様は。戦明けのうちにしか。その通り。私はただの廃れた兵だ。人は自分のためなら何でもできる。我もその一員だ。こいつ弱いぞ。潰してしまえ。時をあげよ。君情けは無用ぞ。みんな逃げちゃなんねぞ。力か。私が否定できることはない侍様。これか。
何をしておるか。そうと思ってだれ。だがそれをどこまでぶつかる。松永軍の真の部隊だ。どけ。もう終わりだ。一人減っても三人死を食べ。これか。仕方ない、今日が落日か。消えろ。泣きわめけ、それが生きる花。ここは任せよ、必ず守り通す。強いのはそなただ。その心を教えられたぜ。心の内に宿る剣、それこそが正義。この心をまずは気でなり示せ。泣きわめけ、それが生きる。輝け我が剣。このちびどろの戦い、これが合戦よ。直殺、悪と無駄口削除なり。これか。死神部隊も肩なしだ。そして、かつてアイジャに敗れたのは確かなこと。そして今、剣を取ったもまた確か。お侍様が降伏した。これか。アザイ・ナガマサ、アフリは容赦せぬ。慌てるな。山田、気を伺い隙を狙うのだ。無力を避ける。そしておさらばだ。一、お前への詫びはここを決めたか。人質に連れて行ってこさせろ。キスだ。消えろ。輝け我が剣。これか。削除は終わった。これか。さて行くか。領民たちを感謝する。だが行かねばならない。私にはなさねばならぬことがあるのだ。ありがとうな。
Azai Nagamasa, Kanayak Tsurugi, Waga Mune ni ari. Katsumoku Subeshi, Oda Nobunaga, Azai no hokori, ima koko ni ari. Kat! Sei! Masa-sama. Chiyohaki. Naiteru-ryuka fototos. Mina toshina. Shikaruru-mamari. Sono kotae, zonbun ni misadameru made yo. Kore ka! これより余興を始めよう。安土城を訪れた貴様の不運を呪うがいい。闘技開始。これか。信長様、ご覧あれ。第一闘技開始。これ式では終わらぬか。第二闘技開始。赤マサ様、これどうして来てしまったの。意志、そこから私の心を仕方見よう。どけ。邪魔だ。無意識にあらず。第三闘技開始。私は勝つことを恐れていた。兄者の敵と認めたくなかったばかりに。これか。決着完了。是非もなし。第四闘技開始。私はもう目を背ける。弱きを呪いを受け止めようと決めたのだ。これか。その頂から眺める。私は歩みを止める。たとえこの手足が失われようとも。どうして赤松様、位置が悪かったの。
大義であるぞ。ここは織田の糧となれ。総評相手に何をしておる。俺の友が。闘技場を勝ち抜いた程度いい気になるのか。これか。信長様に逆らった地獄しかと見ていけ。していた方がいいかも。こっちへ行くぞ。どけ。えいこ。それさ。どう。せいせいせい。はい。いや。こっちへ。いや。世に認められた分はその働きを示せ。ご覧あれ。これか。うろたえない。消えろ。まだ盛り返せるよ。これか。いや、せい。おいお、おい、長野さん。信長様に見られる。まだ歯向かうつもりかよ。これか。俺の心、私はそれを学んだのだ。輝け我が剣。お前が信長様の弟なんて認めない。そなたの兄者に慕う心はまことのものだ。魔王の子よ、今こそ生まれ変われ。これか。ちくしょう、一回負けたくせに名前来たぞ。これか。この花に誓い、必ずやたどり着こう。あの花は。貴様の骨、杯にちょうどよいわ。これか。小さいけれど綺麗な花ね。お前にそんな情緒があるとは思わなかったわ。この花は私の断り、心そのものなのだ。輝け。花を贈ろうという思い、秀吉にも分かるはず。その率直な気持ち、羨ましいわ。どうやら本当に殻を破ったようね。なんてこと。あれじゃ、これが不幸の真偽だ。よかろう、家の力を改めて身に刻め。その頂から得てみよう。これがどれに這い上がる者の強さだ。宇宙
たが、よくぞ覚えたもの。力を押し込めたんじゃ、全力で手を抜け。ここからが本領か。望むところだ。滅びよ。輝け我が強い桜など、もはや構う暇はなし。通すべき男が消えろ。削除された真の正義、それは守る者を得た時に生まれるのだ。行くぞ、イチ。はい、長政様。イチ、長政様とずっと一緒にいたい。それでもいい？うるさい、無駄口を叩くな。当たり前のことを聞くんじゃない。それよりも前を向け。